どうも、めちめちゃめちゃです。はい、ということでね、メッセージね、はい、試合をね、当てたということでね。まあ、さすがというかね、まあ、ほんまにね、小室高校はね、やっぱり、ね、2年生下のチームで、まあ、ほんまに、ね、春からね、注目されとったんで、やっぱ実力がね、ほんまありましたよね。で、まあ、南陽工業のね、ピッチャー陣に対してもやっぱりね、しっかり対応できとったと。で、まあ、それは置いといて、この采配というか、これ、自主的に、なんかこのチームはね、ノーサインでやってるって聞いたんで、僕、そのね、ランナーの、やっぱ暴走的な、ちょっと、ちょっとね、何がしたいんかがよくわかんなかったんで、なんかね、この甲子園見てると、まあ、今回もありましたよね、三盗とか。結構ビハインドでね送りバントするとか、これの意図がほんまに分からなくて、何のためにその決断をしてるのかっていうのが僕はほんまよく分かんないんですよね。だからなんかね、その采配ミスとかいうわけじゃなくて、ほんまテンパってもうてんのかなとか、何の意図があってああいう時に盗塁とかすんのかなとか、僕ちょっとねあんまりね理解ができないんで、なんかそれのメリット的なんかあればね、ちょっとね、教えてほしいですよね。ほんまに、三盗なんかほんまにね、よく言うんですけど、二塁ランナーと三塁ランナーやったら、どっちがね、なんていうんですか、二塁ランナーと三塁ランナーって別にね、変わんないんですよ、高校野球って。あんまり、ね。だって、ね、特に、ワンアウトランナー二塁とか、まあ、ツーアウトランナー二塁とかで、だからワンアウトランナー二塁でタッチアップの時って無理したらダメって教えられるんですよね、高校野球は。これなんでかっていうと、ワンアウトランナー二塁で外野フライでツーアウトランナー二塁になるじゃないですか。で、それで、まあ、余裕でね、いけたらね、タッチアップとかもしてもいいんですけど、ツーアウトランナー二塁とツーアウトランナー三塁って変わんないんですよ。で、こうワンアウトランナー二塁と、ワンアウトランナー三塁は、まあ、変わるっちゃ変わるんですけど、まあ、それはね、一点勝負の時とかはね、かなりね、変わるんですけど、まあ、普通はね、そのね、一点差とかのゲーム、とか以外は、やっぱり基本的にね、やっぱその、二塁ランナーと三塁ランナーって別にあんまりね、変わんないんですよ。だって、高校野球なんて別にね、ワンヒットで、別に変えれますし、で、やっぱその当たりが強すぎたり、その間をね、抜ける、ヒットとかで、まあ、ワンアウトランナー1、3塁やったら、ワンアウトランナー1、3塁って別にね、いろんなね、攻め方ができるんで、だから別にその、ね、1点差でこだわってない時に、わざわざね、そのランナー、3塁、ツーアウトランナー3塁をね、作る必要ってないと思うんですよ。ほんで、だからね、まあ、それはね、ちょっとね、今、これは結構難しい話なんでね、あれなんですけど、だから今日の三盗とかもそうですし、点差がある場合で、バントっていうのが、なんかめちゃくちゃ多いじゃないですか、この大会。あれのメリットって何なんかなと。だからやっぱりその南陽工業は、もう、なんていうんですか、采配ミスで僕はね、負けたのかなと、思ってます。で、その采配ミスっていうのは、その監督がどうこう、監督がね、悪いやったほんまにね、監督が采配出してんのやったらそうですけど、これがノーサインでやってるならば、やめた方がね、僕はいいのかなと。やっぱりそれがノーサイン野球の、やっぱり欠点やと思うんで、なんかそんなにね、考えれてないと、野球を、ってのを僕はちょっと思いましたね。なんかもったいないっていうね、感じがめちゃくちゃしました。で、でもやっぱり、そのキャッチャーとか、ね、今日肩が良かったからとかもあるんですけど、なんかね、盗塁してるランナーが、足遅いやろって僕ちょっと思ってしまったんですよ。僕その前の4回ぐらいかなに、2投したんですよね。南陽工業がね。で、2投したんですけど、あれ刺されとったじゃないですか。で、あれって、スタートも別に悪くないですし、しかも変化球で走れてるんですよ。変化球でキャッチャーがインコースのボール球取って、バッターが折って投げにくい中掘って、余裕でセカンドアウトやったんですよ。だからやっぱそんなね、足の遅いバッターというかランナーに盗塁させても無駄死にですし、ほんでやっぱりね、その点差がある時のやっぱバントっていうのはほんまにね、無意味なんで、だから昨日かな、
なんかこの前もありましたよね、結構イケイケムードでなんかバントをさせるとか。だから今日ね、ほんまに結果オーライですけど、僕金足農業が9回裏になんか盗塁したね、あんまりセーフなったんでみんな覚えてないと思うんですけど、あれも僕からしたらどういうことってなったんですよ。3点差かな、9回3点差でイケイケムードで、で、ランナー一塁で、ランナー一塁で、まだ3点差ですよ。ほんで、めっちゃ盛り上がってるんですよね。パー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 ってね、G フレアね、パー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 って流れながらね。ほんで、もうイケイケじゃないですか。もう球場全体がイケイケ。で、ランナー一塁で、ランナーが走ったんですよ。ほんで、キャッチャーね、冒頭で、ランナー二塁になって、その後、一本のヒットでね、帰ってきて、言ったら点数が入って2点差になんかなったかなんかなんですけど、もうほんまにね、僕はなんで走らせたんか、もしだってあれでアウトやったらツーアウトランナーなしですから、3点差でね、ね、そのゲッツーの可能性とかもそんなよりかリスクとあれがもう合ってないじゃないですか。もうハイリスクノーリターンすぎるんで、それでセーフになってあと1点差とかね、このランナー帰ったら同点とかは分かるんですけど、このランナー帰ってあと2点差で走らせるっていうなんか戦略とか、なんか今年はなんかそういうのがめちゃくちゃ多いじゃないですか。点差あんのに、バントするね。で、そのバントをね、みんなね、勘違いね、素人の人とかね、その野球ゲームでしかねやったことない人は、バントってめっちゃね、簡単に見えるんですよ。ね、それこそね、バーって僕らとかでもね、小学校の頃とか喋っとったらね、もうお前、ね、そのキックベースとかでも、もうお前打たれんやったらバントしろ、みたいな感じでね、打たれんやつイコールバントさせられるみたいなね、イメージがね、浸透してると思うんですけど、シンプルに、ね、エンドラインよりバントの方が難しいんですよ。ね、エンドランなんて別にバットに当てたらいいだけですからね、スイングで。でも逆に言えばね、バントなんてめちゃくちゃ難しいんですよ。技術も必要なんですよ。そのリスクとかを背負ってまでなんかね、選手を送るのかって言われたら、僕はなんかね、そんな感じがね、しないんで。だからちょっとこのバントとかね、盗塁とか、なんかほんまね、無謀な采配がね、この大会はめちゃくちゃね、多いなと思うんで、なんかそれのね、メリットみたいなのがね、あったらね、ちょっと教えてほしいなと。だから基本的にほんまに、ね、最初にも言ったんですけど、二塁ランナーまで、二塁ランナーが無理して三塁ランナーに行くっていうことは、1点差の時だけで、それ以外はもうないんですよ。で、別にツーアウトランナー二塁やったら、ね、その判断とかももうバット当たった瞬間に行けるんで、ワンヒットでね、帰ってこれるんですよ。よっぽど足が遅くなければね、肩が、ある程度強くてもワンヒットで、普通に帰れるんですけど、でもそんなにね、1点をめちゃくちゃね、欲しい場面でもないですし、ね、点差がありますから、それやのにあんだけね、貪欲に、次の塁をね、狙いすぎるっていうのは、なんかよくわかんないですし、なんか、ね、これちょっと、ね、僕はもう社会に出てからもね、多分ね、おるんですよ、このボンヘッドというか、実力がね、めちゃくちゃね、あるんですけど、ここ一番いらんことするやつみたいな。っていうのにね、なんかね、野球っていうのはなんかものすごい分かりやすくね、それが出るんで。だからね、自分で言うのはなんなんですけど、僕はそういうね、いらんことをしないから試合にね、出てきたタイプなんですよ。だからなんかその、ボンヘッドみたいな、もうアホなやつっておるじゃないですか。もう実力がめっちゃあるんですよ。もうセンス抜群やけど、ね、休暇ツーアウトで牽制アウトなるやつとか、ランナー抜かしてまうやつとかね。なんか、ここ一番ほんまね、そういうアホはね、ほんまに、ちょっと痛いんで、ね、だから会社でもね、そういう社会に出た時に、やっぱ会社でも絶対いると思うんですよ。ね、めちゃくちゃね、仕事とかね、営業とかうまいのに、この大事な日に寝坊してきてまうやつとか、ね、ちょっとね、空気読めなさすぎて、ちょっと声大きすぎて、なんか、上司の悪口をね、その言ってるとこバレてまうやつみたいな、なんかそれと一緒なんですよ。今それしたらあかんやろっていうのを分かってないやつっていうのは絶対にダメなんで、いくらセンスがあってもね。だからやっぱりそれをね、分からせないとダメというか、やっぱそれを分からないと、やっぱ南洋工業はこれからもね、勝てないのかなと、
思いました。なんか今日の采配はなんかね、もったいないなと思いました。はい、ということで皆さんの意見はぜひコメントに。それじゃあ、お疲れ。